山口敏太郎です。山口敏太郎の読書生活、ですね、これはですね、実際にあった怖い話、実怖、心霊マニアの間では本当にあった怖い話は本怖ですね。もうこれはタイトルも今本怖になってます。あなたの体験した怖い話は穴怖、そして実際にあった怖い話、実怖、本怖、穴怖、実怖、これで分かるのが、心霊マニアの合言葉なんですが、その実怖において中久保さんが連載しているのが心霊事件簿ですね。この主人公がですね、この井口、清光さん、この前僕のラジオ番組の日本大好きに来てくれた方なんですけども、こういうコミックが出てます。今4巻まで出てるんですけども、大変面白くてリアルな話があります。かといって過剰に派手な、もう血吹いて目玉飛び出して内臓ぶちゃみたいな、そんな嘘だらけの心霊談は一切ありません。リアルな、地味だけど何か心にずっとくる、そういった話ばっかり載ってます。井口清光の心霊事件簿おすすめです。